皆さんこんにちは。180日であなたの会社お店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですけども、逆転の発想で飛躍するというテーマでお届けいたします。私はですね、独立したですね、今から12年前からですね、令嬢というものをね、書き始めました。会社員の頃は全くですね、一回もと言っていいほど令嬢と言われるものは書いたことがありませんでした。そして令嬢を書くきっかけなんですけども、何かのですね、ビジネス本で読みました。令嬢を書くとですね、相手に好印象を与えるばかりか、相手の記憶に残るからですね、書いた方が絶対得ですよみたいな記事だったんですね。まあ、早い話がですね、独立したてでですね、なんとか仕事が欲しいというね、下心丸見えのですね、令嬢だったわけです。ですから、その当時はですね、名刺交換した相手には極力令嬢を書くようにしていました。ところが、しばらくすると、仕事がですね、かなり忙しくなってきまして、書いたり書かなかったりと、要は、時間があれば書いたし、時間がなければ書かなかったりと、まあそんな感じでね、結構いい加減になってしまっていました。しかし、これではちょっといかんなということで、毎日ですね、コンスタントに書き始めるようにまたなったわけなんですね。現在ですね、名刺交換した人は、まあもちろん書くんですけども、Excel で名簿をですね、管理してまして、その住所録に載ってる人は、もう上から順番にですね、こう、令状を書いていくと、そんな感じにしています。ですから、かなりアバウトですね。文面もですね、しばらく会ってなければお久しぶりですねとか、先日お会いしたんであれば、いや、先日はどうもありがとうございましたとか、まあ、相手によって文面も、まあ、いいように書いているようにしています。それでですね、毎日書くようになったのはですね、まあ無理してもしょうがないなと思いました。それで1日に3通だけ、令状を書こうということで、これでもですね、毎日書いたら1ヶ月で90枚というね、結構な数になるわけですね。まあ今までの私からね、書いたり書かなかったりという私から考えてみれば、すごい進歩です。それで令状書きもですね、こう毎日継続して7ヶ月ぐらい経ったですね、ある日ですね、ふとこう思ったんですね。なんか1日こう3通ね、書くのはそんなに苦じゃなくて、比較的容易に書けるんですね。だったらちょっと1通増やして4通でもなんとかなるんじゃないのっていうね、思って4通書き始めたんですが、これがですね、間違いの始まりだったわけですね。わずか1枚増えただけで、ものすごく私にとっては負担になってきたわけです。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。実は3枚令状を書いていた時というのは、余った時間ね、要は仕事が空いてる時間とか、ちょっと時間が余ってるなという時に、その時間を使って書いていたわけです。ところが4枚になるとですね、余った時間に書くっていう感じではちょっとなかったんですね。きちんと令状を書く時間を確保しないとちょっと書けないなという感じだったんですね。実験的に1日4つ書くことをですね、1ヶ月間続けたんですけども、あまりに負担になるので、やめました。まあ、1、2、3と3枚目までは結構いけるんで、4枚目がですね、結構ですね、苦痛なんですね、正直なこと言うと。なんで、これはいかんなと思って、やめました。本当にですね、この1枚の差というのがね、意外にもずっしりとのしかかってね、くるんですね。ちょっと頑張ればできそうだっていうのはね、もう非常に難しいなと実感したわけです。普通だったらですね、またこれを3枚に戻して、まあ継続しようかと思う人も多いと思います。というか、ほとんどそうだと思うんですね。しかし私はですね、いろいろ考えた挙句、なんとさらに1枚増やして5枚書いちゃうと。ちょっと意味不明ですよね。4枚で書けないのになんで5枚で書けるんだっていうね。実はこれにはちょっと劣気とした訳がありまして、5枚にすることで令状書きはしっかりとスケジュール化すると。
要は余った時間で書くのではなくて、きっちりスケジュール、例えば30分なら30分取って書こうよというね、まあそういった覚悟を決めたということなんですね。その分ですね、多かれ少なかれ、他の仕事に、まあ、多少なりでも影響出てきますので、時間の効率化とか、本当にやらなければいけない仕事は何かっていうね、ことをですね、もう一回見直すというね、ことになりました。このようなですね、行動をするとこういう人がいます。あんまり無理するなよってね。だけど私はですね、結構無理した方がいいなと思うんですね。理由はですね、こういうことです。無理したことのない人っていうのは、本当に困って無理をしなければいけないとき、無理が効かないんですよ。年を取ってから初めて無理をするのも、体力的にも精神的にもかなり厳しいです。ですから、これをご覧の若い皆さんはですね、若い時にどんどん無理した方がいいと思います。その代わり無理をするとストレスも溜まります。だけど逆を考えたら、ストレスに慣れて精神的に強くなる。ということも言えるわけですよね。そして無理をするということはですね、自分の限界とか制限を超えていく。こういうことが可能になるんですね。自分の限界の内側とか制限の中にいるうちはですね、成長はありません。やりたいこととかできることをやってるうちはですね、楽でいいですよね。楽しいし。それではですね、だけど今のような、変化の激しい時代には対応できないと思います。そういった意味でも、やらなければいけないことを最優先にやるべきですよね。やらなければいけないことっていうのは、面白くなかったり、楽しくないかもしれません。しかし、少しずつ成長することで、必然的にですね、面白くなってくるもの、これがですね、仕事だと思います。少し頑張ればできる範囲のことだけやるんではなく、一気に飛躍した目標にチャレンジした方がうまくいくケースの方が多いようです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。